昇格圏内2位、磐田との勝ち点差は2です。上位の背中を捉えに行く残り10試合です。2023明治安田生命 J2 リーグ第33節、清水エスパルス対徳島ヴォルティス。左サイドバックで先発が今スローインを入れていきます。ケサダになります。今シーズン先発は2試合目になります。チアゴサンタナ、左にはカルリーニョスが呼んでいる。カルリーニョススペースで受けて、さあ左足シュートだ。スアレスのセーブ。もう一度カルリーニョス下げて山原がいます。こういったところここですよね。2人に囲まれても前を向く、そしてカルリーニョス選手が信じて走り込む、まあ、シュートはスアレス選手がナイスゴールキーパーでしたけど、そうですね、やはり乾選手はやはり清水の中でもすごく得点も取れますしアシストも取れるといったところで、まあ、優秀な選手ですけど、カルリーニョスシュート。相手のディフェンスこういったところただよく見てましたね。白崎ですね。白崎選手のボールが、そしてカルリーニョスのファーストタッチで抜いてのシュート。もう一度山原、おっとスルーをして山原、クロスを入れられるか。クロス、スタンゴールキーパースアレス。見せかけてからここですよね、スルーしてホナウド選手とのワンツーですね。こういった縦パスですよね、リズムチェンジっていったところでボールを動かしながらの一瞬の動き出しからの。神谷は久しぶりの出場です。先発起用に応えることができるか。山原から白崎、原とつないでミドルできた。跳ね返す徳島。先ほどのシーンです。そうですね、ここのところも枠は捉えているので、まあ、少しサイドに行けばっていったところですけど、ここのワンタッチ白崎選手素晴らしかったですね。西野からさ杉本が呼んでいますが、その杉本にボールが当たってクロスボール逆サイド、シュートで森海斗、ゴンダのファインセーブ。これはゴンダ選手素晴らしいですね。ここのところですね、杉本選手よく抜け出しましたよね。いやこの距離ですよ、太田さんポジション取っています。ゴール前、タラシ、タラシシュートだ。ポストに当たる。そして西野下げて、このヘディング最後の当たりか。そうですね、最後のところ水野選手も体寄せたので、まあ、やらせなかったってところですけど、まあ、ここのところですよね。さあタラシ、ここで試合終了のホイッスル。お互いにチャンスを作った後半、権田のビッグセーブもありました。